新ちゃお、富士スイミングクラブの遠澤です。今回の動画では水泳で長い距離を泳ぐときに必要な持久力練習でのインターバルについて説明していきます。持久力を重視した練習の強度はボルグスケールでは13から14が目安になります。水泳のレースでは 800m や 1500m、 またはトライアスロンやオープンウォーターのレースなど長距離の強度になります。持久力の練習を行う目的としては15から16のスピード持久力で獲得したスピードをより長く続けられるようにすることです。持久力練習ではスピード持久力で行っていた時の本数や距離というのをさらに増やした状態でインターバルをより短くしていきます。例えば 100m を8本行う練習の場合、練習効果をしっかり得るにはボルグスケールでいう13から14のややきついという強度で8本すべて泳ぐ必要があります。1本ごとのインターバルは 50m であれば3秒から5秒ぐらい、 100m 以上の種目であれば5秒から10秒ぐらいを目安にしてみてください。個人差が非常にあるので実際に練習を行いながら自分に合ったインターバルに調整していきましょう。スピード持久力で獲得したスピードをより長い距離、より短いインターバルでも泳げるようにしていきます。例えば 100m8 本を10秒のインターバルで練習していた場合、スピードをキープした状態で5秒のインターバルでも泳げるようにしていきます。そのためにはできるだけ一定のスピードやリズム、心拍数で泳ぎ続けることが必要になります。持久力練習を行う距離は 50m から 400m など自分の集中できる距離からスタートしていきましょう。例えばトータルの距離が 800m と考えると、最初は 50m を16本、それができるようになったら 100m8 本、 200m を4本などを変えながらやってみるといいと思います。持久力の練習では泳ぎの形を崩さない状態でスピードを長時間キープする意識が非常に重要になります。一本一本集中して泳ぎのスピードやリズムを崩さないように練習を頑張ってください。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。